がとう、アイス。いい音、炭酸。炭酸ジュースがどうしても飲みたくて。こんばんは。朝ね、目覚ましかけるの忘れて寝ちゃったんだけど、6時55分ぐらいに、はっ、逃走中って目覚めた。すごくない？ありがとう、アイス。だるま、ありがとう。すごいでしょ。今日も楽しかったです。今日は可愛らしい髪型をしてます。後ろにはリボンもついてて見えないよね。でも後ろのリボン、ありがとう。ありがとう、アイス。こんばんは。アイス、ありがとう。かわいい、ありがとう。かわいいでしょ、リボンつけてるんだけど、あんまりわかんない。アイス、ありがとう。こんばんは。ありがとう、見に来てくれて。さらに髪の毛を巻いてます。ありがとう、アイス。ありがとうございます。上品な洋服でしょ。ありがとう、アイス。ありがとね。こんばんは。アイス、ありがとう。お疲れ様です。こんばんは。最高に可愛いです。ありがとう、アイス。ありがとう。今とそっち見てたの。ありがとう、アイス。こんばんは。ありがとう、アイス。たくさん嬉しい。今日までなんでね、アイスのキャンペーンみたいな、サーティワンもらえるかもみたいなやつ。アイス、ありがとうございます。声は。こんばんは、お疲れ様です。ありがとう。こんばんは。可愛いでしょ、洋服。あいつ、ありがとう。今日はおしゃれって何よ。今日もでしょ。嘘、おしゃれじゃないしです。その自覚はあります。こんばんは、アイス。ありがとう。ありがとう、アイス。こんばんは、アイス。ありがとう、本当ありがとう。可愛い、ありがとうございます。こんばんは。逃走中のいつからハマったの覚えてません。ワンピースです。ワンピース。昨日の公園で小学後、ゆなちゃん初めて見ました。嬉しい、ありがとう、見てくれて。ありがとうね。ありがとう、花。
嬢様みたいな、ありがとう、嬉しい。ありがとう、アイス。そっち初めて見たの。すごっ。T シャツ着て仕事してんの、すごっ。アイスありがとう、こんばんは。アイスありがとうございます。ありがとう、くま、こんばんは。私はでも朝起きたはいいもののベッドから出ることができず、ベッドの上でどうそっちを見てました。あとありがとう、さっきはもらえるかな。ありがとう、アイス、アイスありがとう、こんばんは。ありがとう、こんばんは。今日はどんな一日でした？今日も楽しい一日でした。試合で生で見たことなかったけど、昨日16人一度見た。楽しかった、よかった、楽しかった、嬉しい。楽しかったならまた来てください、見に。ありがとう、アイス、アイスありがとう、でかいの、こんばんは。今日一段と可愛い、ありがとうございます。今日はちょっとお嬢様感、絶対醸し出せないけどお嬢様感なんでお嬢様の様子のかけらもないけどお嬢様感出してみた。あいつありがとう。あいつありがとう。こんばんは。服かわいいでしょ。アイスありがとう。エスコアでしたかって言うと、あれもしてみたい、嵐からの隠れ場所。衣装めっちゃ可愛い。アイスありがとう。でもつぼみは MC もあるので嬉しいです。つぼみ可愛いでしょ。見て。リボンがついてます。こんばんは。ずっと言ってる、嵐からの隠れ場所やりたい。いつかできたらいいですね。アイスありがとう。こんばんは。眠たくなってきちゃった。なんか最近ショールームすると眠たくなってきちゃう。よくないよね。大きなアイス。どの髪型を公園ですると崩れちゃいそう。ハーフアップみたいな髪型ですけど。こんばんは。アイスありがとう。文字読んでるからかな。出れるまで相当努力したの、いっぱい練習しました。でも出れるって決まってから、出るってなってから出るまでに、なんかいろいろ時間かかっちゃって、なかなかあれーみたいな、なんて。こんばんは。
がとう。これだけ伸びたんだよね。そうなんだよね。あれどころじゃないんだけど。ひさありがとう。ひさありがとうございます。こんばんは。伸ばすか切るか迷い中。とりあえず切るのがめんどくさいなっていうだけ。アイスありがとう。でもちょっと切りたい。ちょっと長い。ありがとうアイス。お疲れ様です。ありがとう、よかったねって言ってくれて。アイスありがとう。もばめで感想を送ってくださいって頼んでるの。ぜひいいことだけ送ってください。悪いところがあるのは自分でわかってるので、直接文字で作るのを読むのは辛いので。いいところだけ送ってくれると嬉しいです。ごめんなさい、悪いことがあるのはいっぱい分かってるので。ごめんなさい。アイスありがとう。ありがとうアイス。こんばんは。泣いてないです。ね、悪いコメントがあるのでいいコメントを送ってくださる方のコメントを読むのが怖くなっちゃうので、悪いコメントが混ざってると。なのでいいコメントを送っていただけると嬉しいです。アイスありがとう。もちろんダメなとこがいっぱいあるのは分かってますので。アイスありがとう。ありがとう。プリンいいね。アイスありがとう。こんばんは。そう、なんかちょっと SNS とかで叩かれるのはしょうがないと思ってるけど、モバメを撮ってくださってる方だけでも誤解してないよ。大丈夫だよ。アイスありがとう。SNS とかで言われる分には知らないので、まあ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 しょうがない。まあまあ書かないって言ってほしいけどね。そりゃ X とかにも文句は。こんばんは。アイスありがとう。ありがとうございます。こんばんは。 I'm from Indonesia. Nice to meet you. Nice to meet you. まあまあまあスルーできるスキルは持ってるので大丈夫なんですけど、割と。ありがとうアイス。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます。こんばんは。アイスありがとう。頑張ってる姿見ると私も頑張りました。ありがとう。溶けてる。ありがとうアイス。ハートもありがとう。こんばんは。こんばんはアイス。ありがとう。気に障る箇所ないですよ。面白い。アイスありがとう。
元気ですよ。巻きが取れてきちゃった。こんばんは。アイスありがとうございます。かわいい、ありがとう。今日もかわいい、ありがとうございます。どうして嫌です。ねえ、伸ばすか迷う。結構長い髪の毛もう。可愛いでしょ。やめそう。褒めちぎっときます。嬉しい、褒めちぎってください。褒められて伸びるタイプなの。ミミフィーユのアンダーあります。ミミフィーユって可愛いよね。ありがとう、アイスありがとう。洋服可愛いっしょ。これはね、リーナと一緒にお洋服買いに行ったんですよ。私が一人でお買い物行って試着してで迷って買うかで、結局写真送ってリーナにこれどうしようって写真送って、可愛いじゃん似合ってるよってリーナに返信してもらって、でも結局迷って買える勇気がなくて買えなくて、でまた次はリーナと一緒に買い物に行って、でもう一回リーナに直接可愛いねって言ってもらえて買えたお洋服です。お前は似合ってなかった、似合ってないって言ってくれるから。着して買わないって強いの。数全然あるんだけど、4着ぐらい試着室持ってて1個も買わずに出ること全然あるんだけど。えリーナに選んだっていうか、リーナに可愛いって言ってもらって買えた。アイス一人で買い物は行くけど、誰かに写真を送りつける。なんか「どう思う？」って。アイスありがとう。自分の精神に自信がないわけではなくて、なんか買い物をするのが不安。向こう誰に聞く？地域のグループに LINE に「どうしようこれとこれどっちが可愛い？」とか送ったりする。あいつありがとう。待って、 iPad の充電器がどっか行った。充電がない。あと 20% ぐらいしかないんだけど。アイスありがとう。こんばんは。アイパッドの充電器どこ行ったっけな。よいしょ、ちょっと待ってね。かわいいでしょ、ワンピースです。優柔不断なんですよ、私は。よいしょ。だから人にすぐ聞いちゃう。アイスありがとう。たまについていけない。何言ってるか分かんない。こんばんは。アイスありがとう。アイス
さん、ありがとうございます。時期優柔不断多い気がする。でも私は別に食べ物はそんなの優柔不断じゃなくて、これなんか物を買うのがめっちゃ優柔不断。食べ物優柔不断、くるみちゃんは食べ物が優柔不断。マジでご飯屋さんとか決めれない。ありがとう、アイス、ありがとう。そう、食べ物優柔不断のメンバー多い。アイス、ありがとう。だから大体私が予約を取ります。だから毎回私が予約取るかも、地域でご飯行くときは。こんばんは。やばい、眠たい。宇都宮もそう、私予約しました。そう、人多いかなと思って、福岡3連休だったし。ありがとう。で、なんか私が原、普通に自分の名前で予約取るんだけど、原で予約取って、でなんか店長さん、そこのもつ鍋屋さんの店長も原さんっていう人で、でなんか同じ名前ですねってなって、店長さんと。でなんかめっちゃサービスしてくれて、デザートとか頼んでないのに、よかったらデザートも食べてくださいって持ってきてくださって、名字が一緒なんでって言われて、えーって思って、嬉しかった、得した、ラッキーと思って。全然親戚じゃないです。ありがとう、アイス、ありがとう。で帰りになんかお土産までもらって、そう、なんかめっちゃ美味しいアイスをくださって、めんべいも帰りにくれて、ラッキーみたいな。こんばんは。え、知ってる人じゃないと思う。なんか、なんで福岡来たんですかみたいな言われて、旅行ですって言っとったっけ。多分違う、知らない人も私のこと。そう、びっくりした。帰りに、よかったらめんべいも持って帰ってくださいみたいな言われて、めんべいも持って帰ってもらってくれて、ラッキーみたいな。ありがとう、アイス。こんばんは。そう、3人で行って、でも3個デザートくださって、めっちゃラッキーだった、嬉しかった。ね、福岡メンバーに好評で嬉しい。そう、誰かさんとかさ、劇団の公演でさ、ペットにさ、なんかなりたい理由がさ、福岡に住みたいけってさ、住みたいとまで思ってくれるぐらい福岡気に入ってくれて嬉しかった。こんばんは。明太重食べたよ、明太重、帰りの新幹線で。めっちゃマジ美味しいよね。こんばんは。福岡美人さん多いよ、思ったでしょ。ありがとう。おお、当たり、おめでとう。嬉しかった、いろんな人が福岡褒めてくれるから。
人でフードコートに行けるの尊敬する、ありがとう私マジで一人でどこでも行ける人。当たった、何が当たったのか分かんないけど。マジ全然どこでも一人で行ける。こんばんは、アイスありがとう。海外は行ったことない海外は行ったことないけど、インドネシアにいる時も一人で行動はしなかったね。確かに確かに、どこでもは行けないわ。アイスありがとう。そう、屋久島の写真アップしました。めっちゃ美味しそうでしょ、ご飯。食べようの、うん、明太子あんまり食べたことなかった。観光客の人が食べるイメージだった。ありがとう、アイス。え、達成した？金に目が輝く。こんばんは。トビウオ美味しかった、マジで美味しかった。あれが一番今までで食べた魚で美味しかった。ちょっと行ってみて、屋久島の定食屋さん。トビウオマジで美味しかったな。うん、ありがとう、アイス。ララポートのガンダム見たよ。うん、私もララポート去年初売り行ったけど、ガンダムは見てないトビウオマジで美味しい。私がトビウオの唐揚げ食べて、あやちゃんがトビウオの焼き魚みたいな食べて、シェアして食べたんだけど、マジで全部美味しかった。お刺身も美味しかったし。こんばんは。屋久島ね、なんか夏休みに行ったんだけど、もう山とかだけ全然涼しくて、めっちゃ良かった。ビューオは1回しか食べたことないけど、あれやけど、あやちゃん背高い、普通ユナが低いだけありがとう、アイス。ハートありがとう。ありがとう、ハート。ファンありがとう。こんばんは。ありがとう、アイス。こんばんは。屋久島一緒に一回は行ってほしい、みんな。マジ行ってみて、めっちゃよかったよ。アイス、ありがとう。めっちゃなんか登山しながらいろんな人と喋って楽しかった。道中ありがとう。え、今日の洋服好評で嬉しい。よかった、マジ奮発して買ったかいあった。よかったこんばんは。縄文杉見た、マジで遠かった。朝3時ぐらいに起きて、朝じゃないかも、それは。で5時ぐらいに
5時前には出発、4時ぐらいには出発して、で6時ぐらいから登山始めて、で結局6時過ぎぐらいまで下山かかったけ、めっちゃ時間かかる。え、かわいいよねここ。え、リーナと一緒のこと言ってる。ここがかわいい限界なってリーナに言われた。縄文杉まで行くのマジで大変。めっちゃかわいい、ありがとう。マジでお菓子めっちゃいっぱい持ってった方がいい。あやちゃんともう本当にいっぱいお菓子買って行って、なんか前日にその民泊みたいな泊まるとこの人がチャリ貸してくれて、でチャリでスーパーまで行ってめっちゃお菓子買って、もうリュックにいっぱい詰めてった。安全運転で頑張って。お弁当も持って行ったよ。お弁当はね、なんかその泊まったとこの人がお弁当予約してくれて、ここが美味しいよみたいな予約してくれて、それを買いました。こんばんは。マジ美味しかった。こんばんは。ありがとう。こんばんは。昨日の感動してくれたのありがとう。まあね、また行きたいなーって、あやちゃんと喋ってはいるけどなかなか実現しなさそう。こんばんは。電波とかも通じないからね。デジタルデトックスだよね。スマホ一切見れない。ありがとうアイス。夏休み欲しい。どういうこと？夏休み、夏休みって何すんの？お仕事が休みってこと？アイスありがとう。もう学校も行ってないから夏休みないです。こんばんは。リンバースターにやって、そう、家なんか配信やってても気づかないし、ママメ送っても届かない。こんばんは。大学卒業したよ。守りたいかないが、ありがとうございます。卒業しましたよ、だいぶ前に。半年ぐらい前に。こんばんは。こんばんは。 DMM ももちろん見れませんよ、電波つながらないから。こんばんは。アイスありがとう。写真は撮れる。ありがとうアイス。こんばんは。一人で行くと寂しいと思う。そうね。さらに10時間スマホがない、10時間ぐらいスマホがなくても喋ってられるし、気使わんでいい人とかいかんな、結構しんどいかも。アイスありがとう。ありがとう。その10時間携帯も何もない状態で
ずっと喋るか喋んなくても苦じゃないかぐらいの人じゃないとしんどい。ありがとうアイス、あとありがとう。確かに昔はそれが当然だったよね。そりゃそうだよね。そう、一緒に行く人選ばれる。なかなか。アイスありがとう。お、ポイント達成してる、嬉しい、ありがとうございます。31、イエーイ、嬉しい、ありがとうございます。アイス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 、イエーイ、ありがとうございます。やったー、嬉しい、おめでとう、ありがとう。お、アイスありがとう。イエイ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 、アイス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 、嬉しい。何個もらえるんだろう、サーティワン。アイスありがとう。30万ポイントでね、30万ポイントでアイスもらえるんだよね。どうしよう、違ったら50万ポイントとかだったら泣いちゃう、配信終わった後に。ありがとうアイス。こんばんは、アイスありがとう。アイスありがとう、ありがとうアイス。こんばんは、こんばんは、こんばんは。ありがとうアイス。ミニアイスがいい。ポッピングシャワーと何食べよう、抹茶とオレンジソルベ好き。ありがとうハート。ありがとうアイス、ありがとう。こんばんは、こんばんは。何時からショールーム始めたっけ。40分か、30分やっと終わりますね。眠たくなってきましたので、アイスありがとう。まあ、でもアイス嬉しい、イエイ、ありがとう、アイスありがとう。ありがとうね、ショールームさんのおかげで私は贅沢ができます。あのスタバに今回さって言わんだけど、スタバの時とか、スタバって有効期限あるけどさ、急にスタバを飲み出す時期ができる。嬉しい、ありがとうアイス、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは、アイスありがとうね、イライラもらえて嬉しい、みんなありがとう。ありがとうアイス、こんばんは。めっちゃ可愛くない、イヤリングもリーナとかあった。反射してない、大丈夫かな、大丈夫か。ありがとうアイス、よいしょ、リボンのイヤリング。あんましないんだけどさ、
お揃いじゃない。でもすぐなくしちゃうイヤリング、マジめったにつけないから。もう耳が痛いので外します。はい、ありがとう。ママ、アイスありがとう。リボン可愛いでしょ。気に入り。ありがとう。いいでしょ。やばい、マジ眠たくなってきた。アイスありがとう。おい、ありがとう。服も似合ってる、ありがとうございます。嬉しい、いっぱい今日褒めてくれるから、みんながありがとう。かわいいでしょ。眠そう。目がトロンとしてる。眠たい。ちょっともう順位発表して終わりますね、配信。眠たすぎる、もう無理かも。ありがとう、めっちゃ可愛い。今日の順位発表します。1位さっちゃん、ありがとう。1位イエイ。2位アッキーさんに、ありがとうございます。3位たかしさん、ありがとう。4位はヨッシーさん、4位ありがとう。5位はせやで、たかやでさん、ありがとうございます。私と推しが一緒だ、きっと。旗の名前的に私も大好きです。6位は M さん、6位ありがとうございます。ありがとう、かわいい。犬、うさぎ、ハート。7位はわーちゃん、7位ありがとうございます。8位はロッドシフトさん、8位ありがとうございます。9位はパンダくん、ありがとう。10位はダンディさん、10位ありがとうございます。11位はハルさん、11位ありがとうございます。12位はスブタンさん、12位ありがとうございます。13位はパトレーゼさん、13位ありがとうございます。イエイ、アイスありがとう。配信ありがとうございました。おやすみなさい。バイバイ、アイスありがとう。写真とかメールとか送ります。バイバイ、ごめんなさい、5分早く終わります。